はい、ウイングチャンネルの時間です。ウイングオートのサジです。今日はですね、アバルト500595、あとはフィアットの500でよくある不具合、ただチェックランプついたりしない、意外と分かりづらい不具合、こちらをご紹介していきたいと思います。この動画を最後まで見ていただきますと、メカニックも参加してくれますので、メカニック目線でのお話が聞けます。なのでこれからアバルト購入検討されている方は失敗が少なくなりますし、今アバルトを乗っている方は愛車のチェックポイント、これが分かるようになります。最後までぜひご覧ください。はい、サシさん、はい、チェックランプまでつかないけど、はい、やばい不具合、はい、何ですかそれドキッとするところあるんですけども、うん、大きい不具合でいくと、うん、冷却水が漏れてるとか、やばいじゃんそれ、はい、サスペンションのナットが緩んでるとか、うん、やばいやばい、結構見てわかんないけど、うん、音とかなんか普段と違うなっていうところ、あ、ただ初めて乗る方とかってそれが普通だと思っちゃうと分かんないよね、分かんないじゃないですか、うん、なのでそういうところを今回はご紹介していこうかなと。こんな音がしだすとそろそろここやばいよとか、それはいいですね、はい、そういうところですね。あとはどうやってそれ見抜くのっていうところをお伝えできればと思います。はい、で今日は後々メカニックの堤さんにも来ていただいて、下回りのお話とか足回りのお話をしていただくんですけれども、はい、まず見てわかる部分、聞いてわかる部分を僕の方からお伝えさせていただきます、はい、まず一つ目ですね、この車今エンジンルーム開いております。はい、でパッと見てすぐ分かる部分がここですね、冷却水のタンクです、うん、これちゃんとミニマムとマックスの間に水の量ちゃんと入ってます、はい、これがミニマムよりも減ってる場合、うん、要注意です。水が減ってるっていうことはどっかで漏れてる可能性があるっていうことなので、そういうことですね、そこをチェックしてください、うん、見るポイントとしてはこの辺、こういう継ぎ目ですね、付け根のところね、この辺から漏れてるとピンクいこの乾燥したやつがこの辺にピーってついちゃったりとかしてるんで、はいはいはい、そうするともうそろそろタンク交換しなきゃいけませんよ、ホース交換しなきゃいけませんよっていう合図になります。その樹脂のパイプにつながってるところが劣化しやすいからっていうのが前言ってましたよね、はい、なのでここ要チェックでございます。はい、で2つ目、これがパワーウィンドウですね。パワーウィンドウ、はい、前も動画でちらっとご紹介させていただいたんですけれども、うん、ここ半年でまあまあな台数交換しました。そうなんですか、はい、動画見てから、うん、うちの車もなんか音するんだけどっていう形で結構な案件もらったんですけれどもパワーウィンドウ最終的には落ちます、うん、で落ちる前に、うん、やっぱりガリガリガリとかピキッとか異音がするんだ、はい、あとは差がなくなっちゃうとか、うん、いろんな症状あるんですけれども、ちょっとでもおかしいなと思ったら使用やめてくださいいつどこで落ちるか分かんないです。無理して使ってると、はい、ガサッと落ちちゃう。落ちます、うん、で本当かどうか分かんないです、これ聞いた話なので、うんうん、途中で止めたりするのが結構負荷がかかっちゃうみたいなので。あ、そうなんですか。もう全上げ前下げが劣化しないために途中で止めるなと。そうですがいいらしいです。ただこれ本当かどうか分かんないんで、うん、皆さんおのおので調べてくださいなるほどね。そうで支えてる部分が樹脂でプラスチックなんですよ、うん、でその引っ掛けてる部分が日本の高温多湿、うん、あ、そういうことね。なん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 なピキ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 ってなって、で悲鳴を上げてパクッといっちゃうっていう感じなので、うん、それサイさんウィングさんで金属製のパーツを作ってもらえませんかそう一時考えたんですよ、全国のアバルトオーナーのために。だけど部品代がだいたい3万5千ぐらいなんですね、うん、あのパワーウィンドウのレギュレーターっていうのが、はい、折れてる部分だけで出ないんですよ。もう本当にアセンブリーで一式でしか出ないんで、うん、僕らも作ろうと思ってもどっから作ろうかなっていう、あ、そっか、はい、なっちゃうんでもうそこは諦めましたなんで運が良ければ落ちないし、もう本当に保管状況にもよるしっていうところですけれども、変な音がしたら使わない、これ守ってください。はい、はい、次3つ目ですね、これリアワイパーです。はいはい、これが普段動かすことってあんまりないと思うんですよ。ですね、なんなら取っ払っちゃってる方いっぱいいるんですけれども、うん、このリアワイパーも結構厄介で、リアワイパーのちょうどこの隠れてるここにワイパーのモーターがあるんですけど、これが結構壊れます。あ、そうなんですか、はい、で壊れちゃうと雨の日、例えばリアワイパー動かしている時に、うん、ワイパー止めるじゃないですか、うん、通常ちゃんとこの位置で止まってくれるんですけど、この辺で止まっちゃってるとか、あ、途中でこの辺で止まっちゃってるとか、変なところで止まっちゃうっていうのが第一症状。はい、第一で、はい、でどんどん悪化すると、うん、雨降ってないし、うん、ワイパーオンにもしてないんですけど、バックギア入れると勝手に動いちゃうとか
っていうのもありました。意外と気をつけてないと動くの一瞬なんで分かんないんですけど、うん、周りから見るとまあまあダサいんですよ。ですよね。なんであいつリアワイパーかけてんだって。なのでここも要注意です。なるほどね、はい、もう一個だけ、一個今思いついちゃったんで、はい、もう一個だけ言います、はい、これ今ちょうど歯抜けになってるんですけど、はい、本来ここにハイマウントストップランプが、あ、そうですね、ついてる。外してある部分、これちょうど切れちゃったんで、うん、外して今パーツ待ちなんですけれども、はいはい、こっちの車ですね、はいはい、本来ここに1,2,3,4,5,6 ぐらい LED の玉があるんですけど、はい、なんか歯抜けで1個抜けた、あの、消えちゃったりとかっていうのがあります。他のライトって結構切れても教えてくれるんですけど、車側から、うん、ナンバープレートライト切れてますとか、うんうん、ここ教えてくれないんですよ。あ、そうなんですか。なのでお友達だったりとかご家族の方とかにたまにちょっと気にして見てもらうっていうところが一つですね、うんうん、僕らも常時この辺のパーツって在庫してるわけではないので、はい、車検とかでお預かりであれば預かってる間に交換しましょうかっていう案内ができるんですけれども、うん、普段の定期点検とかだとなかなかその場で交換っていうのが難しいので、在庫持ってないと、うん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 、ちょっとお客様の中でちゃんとついてるかどうかっていうチェックしていただくのがいいかと思います。はい、サービスファクトリーの方にやってきました。どうですかこのアバルト専用の工場、かっこいいですよね。でここでいつもアバルト見てくれるのがメカニックの堤さんですね。堤さん、はい、お願いします。お願いします。アバルトの壊れやすいところだったりとか、ここしっかりメンテしといた方がいいよってところを堤さんに教えていただければと思いますので、よろしくお願いします。お願いします。で早速なんですけど、はい、この車ですね、壊れやすいところ、はい、水漏れとかはウォーターポンプからの漏れと、こっちのアッパーホースからの漏れがよくある、はい、いろんなところから漏れてくるんですか。そう、漏れると、まあ、これは別に漏れじゃないと思うけど、こういう風に、あ、ピンクい、うん、ピンクい風に跡がついて、もっとひどいと真っ赤化になったりとか、うん、それともうウォーターポンプは交換しないと大変なことになっちゃう。ウォーターポンプってよくタイミングベルトと同じタイミングで変えるじゃないですか、うんうんうん、はいはい、それとはまた別でその漏れちゃうこともある。正直部品で当たり外れもあるので、新品を使っとるけどどうしても壊れるとかいうのは正直つけてみないとなんとも言えない。あ、そうなんですね。じゃあこっち側、右側がちょっとピンクくなってる時はウォーターポンプ。そうだね。もうこっちの方だとまた別の。そうだね。アッパーホースっていうのが見づらいんだけど、なんか巻いてあるやつ。はい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 。がエンジンのサーモスタットのところに走ってっとるホースなんだけど、そこもよく漏れる。アバルトもフィアットだ。はい、通常これ真っピンクですけど。これがサーモスタット。あ、これが漏れたサーモスタットです。そう。こんな風になるんですね。ホースがついとって、まあ、ここがヒーターホースに行くんだけど、はい、ここも従来のやつだとプラスチック、はい、樹脂でできてて、今うちで使ってるのはもう一体成形。あ、じゃあもう対策されたものになってる。ここからは漏れにくくはなった。けど、まあ、ホースのところはどうしても経年劣化で漏れちゃうかな。はい、はい、じゃあ堤さん、次あるあるのポイントは何ですか。トルクロットかな、はい、トルクロットって何ですか。エンジンとミッションが前後に動くのを抑える役割をしてる。これですか。はいはい、まあ、ダンパーみたいなもんなんだけど、これが痛むとエンジンとミッションが前後にこう動いちゃうもんで、アクセルオンオフの時にガクンガクン、あ、結構振動が来ちゃうんですね。これでもパッと見じゃ分からないですよね。分からないもんで、このオイル交換の時とかにアンダーカバーを外すもんで、はい、その時にこうこうやって揺すってやってガクンガクン動くようだと、もう交換時期かなっていう。これはじゃあなかなかセルフチェックはできない。普段乗っててそのなんか振動が大きくなったとかっていう風だと、これを疑った方がいいかも、ね、アクセルオンオフで、うん、なんか今までと違うなとか感じるんだったらここが疑わしいかな。ちなみにどんな風になるんですか。これですか。ここが、あ、もう付け根のところが裂けてますね。切れてきちゃう、はい、そうするとこれがもうグッグッと動くので、グラ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 しちゃうからってガタガタになっちゃう、うん、ひどいやつだと3万キロ台で半分切れとるってやつもある。
そうなんですあったもんで、距離で交換とかじゃなくて、うんうん、普段の乗り方、はいはいはい、ストップアンドゴーが多い人は早めに壊れるかもしれない、まあ、日頃のメンテかな、はい、大事なのは、これ結構純正品変えたりとか、うんうん、社外品のなんか強化タイプに変える人とかもいると思うんですけど、ぶっちゃけ何が違うんですか？強化は、まあ、それこそ名前と一緒で硬い、ゴムが硬い、ゴムが硬い、はいはい、ここのゴム自体がもう違うので、はいはいはい、強化ウレタンみたいな感じになってる、うん、エンジンの振動がダイレクトに車内に伝わってきたりする、はい、硬いからその分振動は車の中に来ちゃうと思うんですよね、うん、来ちゃう、耐久性はあるかもしれないけど日頃の振動とかは純正品の方が少ない。そうだね、街乗りしかしないよっていう人なら、はい、まあ、強化じゃなくてもいいかな。あ、そうなんですね。ただサーキットとかガンガン走りたいっていうなら強化の方がおすすめかなっていう、そういう走りだと多分純正だとそんなに持たないと思うんで、じゃあその辺のユーザーさんの使い方を聞きつつ、そうそうそう、提案していくっていうことなんですか。はい、じゃあ堤さん3つ目は、3つ目はドライブシャフトかな。ドライブシャフトもよくブーツもちょっとひびが入ってるもんで、うん、交換かなっていう感じかな。僕も前乗ってた車よく工場でオイル交換してもらうたびに、うん、ドラシャブーツ破れてるよって言われてて、うん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 、そのまま放置して僕走っちゃってたんですけど、うん、放置するとどんな悪いことが起きます？砂が入るよね中にベアリングが入ってるもんで、はい、その中に砂噛んじゃうと、はい、もうベアリング自体がダメになっちゃう。あ、そんな大事なんですね、うん、で、もう最悪フィアットとかアバルトはドライブシャフトがそんなに長くないからいいんだけど、はい、ハンドル切った時に抜ける場合がある。ブーツ破れとると、え、スポンってマジっすか。スポンって抜けると車は動かないよね僕みたいに横着はしちゃいけません。じゃあもうブーツは交換ですか？ブーツは交換、早めに。もう砂噛んどってジャリジャリいっとったら、うん、はい、中身もこう、まあ、アッセンブリ効果になっちゃうから、はいはい、そうなると、そうなる前に早め早めに、もうグリスが飛び出したとか、まあ、ひびが入ってきたら早めの交換がおすすめ。これなんか車高下げてる車とかだと破れやすいって聞いたことがあるんですけど、うんうんうん、車高下げるっていうよりも距離的に走ってエンジンマウントとかがへたってくると、はい、インナー側が破れちゃう。エンジンが下がるもんで、はい、ブーツっていうかドライブシャフトがこうなっちゃう。あ、斜めになっちゃう、うん、斜めになって切れやすくなる。あ、そうなんですね。 FF 車は特にあなりやすい。じゃあもう対策としては定期的にその下がんないようにマウントを変えたりとか、定期的に点検に入れるのがやっぱ一番いいってことですね。そう、定期的に車屋さんに見せましょう。はいまだ大丈夫っていうのは個人判断でしない方がいいんじゃないかな、うん、変えた方がいいよって言われるのはもうほぼ赤信号みたいな感じに受け取ってもらった方がいい。わかりました。ぐさぐさと自分に刺さってくる言葉ですまだ動くで大丈夫だろうっていうのが件かな。あ、うん、じゃあ長く愛車を乗り続けようっていう時にはやっぱり定期的に予防整備したりとかっていうのが一番大事ってことですね。はい、今日はですねアバルトのチェックポイントを何個か紹介させてもらいまして、堤さんにもね2回目の出演していただいたんですけれども、やっぱり定期点検をするのが一番大事ってことですね。そうですね、はい、6ヶ月ごとでもいいし、はい、まあ、エンジンオイルだと3000キロ前ぐらいに持ってきてもらうのが長く乗るコツかなっていう、はい、というわけでウィングオートでは半年点検、1年点検でまた半年点検っていう形でメンテナンスパックを4万4000円で作っておりますので、もう半分以上の方これ入られてますよ ね。なのでこれ買っていただいて、もう定期的に愛車の点検を堤さんにしてもらってください。やっぱり日頃の点検が大事ということで、堤さんに車見てもらいたいっていう方はぜひウィングオートのファクトリーの方でもショールームの方でもどちらでもいいのでご連絡いただければ随時ご予約は入れさせていただきます。何分超人気なメカニックでして毎月もう70台とか80台とか見てるので、ちょっとお時間はいただくかもしれないんですけれども、順番に丁寧に見させていただきますのでぜひご予約お待ちしております。じゃあまたね、バイバーイ天使